アリーナタワーの第57層に挑戦。全員殺しちゃって構わないわね。大魔粒子を溜めつつ雑魚を掃除。ある程度のダメージは覚悟。ねえ、どんちゃん、つくち、爆弾順やーっ、やーっ、死ね、キリン、ひどい動き。バーサーカーアタック、キャップ、有効的な大型の死ぬ。ソブタがなんとか突破。秋山凛子、マイル、アールコピタ、奥義で雑魚を殲滅。大勢で攻めてくるなんて剣客として恥ずかしくないの。追撃で一気に。程よい柔らかさだった。それでこそアールコ、私にもっと力があれば。次はもう少し歯ごたえある敵を用意なさい。どうにかクリア。今回使用したキャラはおぼろ。編成は人間型に特化。大魔粒子を確保しつつ、できる限り火力重視に。攻めに徹する姿がよく似合う。スリリングな戦いを楽しめました。それでは、また次の回想で。